はい、皆さんこんにちは、ゴーです。今日はこれからボランティアの友達と中華を食べに行きたいと思います。残念ながら僕が住んでる町に中華料理屋さんはないので、バスでの移動になります。僕がいる、ムフリラから隣の町キトエというところまではバスで1時間ぐらい、そしてキトエからドラまでがまた1時間ぐらいなので合計2時間の旅になります。その前にちょっとゴミを捨てます。こんな感じで、ザンビアでは全部もう瓶も缶も生ゴミもすべて、焼いてます。それでは、ミニバスに乗ってまずはキトエに移動したいと思います。ということで、お隣の町キトエに着きました。ここは結構大きな町なので、僕の町ムフリラで何か欲しいものが手に入らないときはここに買い物に来たりとかします。それでは、今からドラに向かいたいと思います。次の町ですね。ドラ行きのバスにこれから乗ります。ということで、目的地のドラに着きました。友達はもう中華レストランに着いてるみたいなのでこれから歩いて合流したいと思います。あんなパンケーキ食いたいな。やっと着きました。みんないるかな。こんにちは。というかなんか町紹介、町っていうかまあザンビア全部こんな残骸でいいんですか。これはどうもうね、残骸じゃないですか。わかんない、これは初めて試みるから。食べ終わりました。これから友達の家にバスで向かいます。今日は泊めてもらいます。今ボーリング場に来てます。ザンビアのこの後ろにあるのが
ボーリンググリーンっていうところで、なんかザンビアのボーリングは屋外みたいですね。ここに入らないでくださいって書いてあるんですけど、ボーリング、ボーリングします。友達のところに来てるんですけども、ここにお手製のジムがあるっていうことなんで、ちょっと見てみたいと思います。ここが入り口で、手前が畑っていうのかな、なんか植わってますね。あ、トウモロコシかな、メーズかな、ちょっと何か分かんないです。でもこのままこうやって奥に行くと、ここにプライベートジムがあります。じゃじゃーん、これがベンチプレスですね。重りは歯車で、ストッパーが、なんだこれ、サンダルのつま先の部分ですね。歯車があって、あ、これ1枚のサンダルを多分4等分にしてストッパーとして使ってますね。左の方が重い左の方が重い、左手が鍛えられるわ。しかもこのなんていうんですか、ウェイトっていうんですか、うん、何のパーツか分かんないんですよね。歯車みたいなそうそうそう、やば。でも俺アフリカの筋トレってこんなん想像してたから、なんかこっちが腕用ですね、多分二頭筋アームカールとかするような、また同じような感じで、あ、これグリップにホースが巻いてありますね、滑らないように。これでも俺家行けないかもな、これ重たそうだ。でもそんなことないわあー、なるほどね。一応ダンベルもあるんですよ本当だダンベル気持ち程度のダンベル、ダンベルがありますね、ここにも持つところがちっちゃ、手がなんなら入んない。やばいだよね。ここは、今日泊めてもらう友達の家ではなくて、また別の友達の家なんですけど、今日泊めてもらう友達の家は、ザンビアにいる協力隊の中でもかなりトップレベルにいい家なので、楽しみにしててください。それではちょっと移動していきます今からタクシーで移動します。 Your face, the crowd.Never thought that I would see you tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips press against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was love. Bet that you felt the same. Standing here, I need to live.
おはようございます。昨日は、一泊泊めてもらったんですけども、こちらにいらっしゃるのが、僕の同期隊員の、沼田麻人さんです。イエイイエイ。ここルアン社の小学校で、先生として、活動されております。沼田さんが住んでる家は、協力隊員の中でもトップレベルにいい家なので、せっかくの機会なので今回ちょっとお部屋を案内したいと思います。じゃあどうぞ。お邪魔します。グリルドア、これが防犯上、はいはい、つけなきゃいけないやつですね。グリルドア、お願いします。お邪魔します。ここはリビングですかね。そうですね、リビングですね。なんでリビングにベッドがあるんですか。あ、できるだけ広いところで生活したいのでリビングにベッドを置いてます。なるほど、こんな感じです。椅子が3つ、テーブルがあって大きな窓があっていいですね。こっちに行くとトイレ。トイレですね。綺麗ですね、やっぱり。まあそうですね、自慢のトイレですね。あー、自慢するほどでもないか。便座、これが弱いので割れてますね。はい、自分でガムテープで修繕しました。なるほどね、はい、ザンビアクオリティってやつですね。じゃあ隣がシャワールームですかね。シャワールームですね。これがちょっと皆さん分かんないかもしれないんですけど、うん、結構いいシャワーなんです、うん、いくつか理由があって、まず上にあるのが、日本でも家の外とかについてると思うんですけど、給湯器。まあザンビアの場合はこうやって家の中についていて、ガスじゃなくて電気で沸かします。で、お湯のシャワーがこちら動く式のホース。まあ今言ってることは日本ではもう当たり前のことだと思うんですけど、ここザンビアではバケツでシャワーを浴びたりとか、あとは井戸水でシャワーを浴びる隊員もいるぐらいなので、ここは本当に素晴らしいです。お湯が、お湯が出るし、シャワー上から出て手で動かせるしって感じで、はい。次行きます。キッチン。はい、キッチンですね。日当たりがいいですね。こんな感じで、調理をするところは、電気コイルで、温まるやつですね。電気ですね、二口。はい。で、冷蔵庫が、まあ一人暮らしなんで、はい、ちょっとちっちゃめの冷蔵庫、はい、これ自分で買ったんですか。はい、買いましたね。こんな感じです。はい、で、あとはまあシンクと、まあお皿がいくつかあって、こっちがまあベランダですね。あ、洗濯物が干してありますね。ここは3階なので眺めがすごい綺麗です。はあ、ちょっとベッドルーム行ってもいいですか。はい。どうぞ。こっちで、はい、あ、この水後で説明します。ベッドルームですね。お客さん用ですかね、これ。そうですね、今日は友達が泊まりに来たので。なるほどね、はい、はい、僕含めてあと美女2人泊めさせてもらいました。で、向かい側にはもう一個、これ余ってるんですか、何に使ってるんですか。余ってるんですね。こんな感じの部屋で、さっき見せたこれが、ザンビアでは停電断水が頻繁にあって、まあ、この家はさっき言った通り協力隊が住んでる中でもトップレベルの家なので、かなりなんだ、そういった条件はいいんですけども、万が一の時、たまに停電する時があるんで、はいはいはい、停電するとポンプも使えなくなって、うんうん、すると水も止まっちゃうので、なるほど、停電した時用のために水をこうやって、溜めてるんですね。はい、溜めてますね。はあ、ありがとうございます。いいです。ということで、これが協力隊の中でのトップレベルのお店でした。はい、せーの。お邪魔しました。ではこれから、近くにあるゴルフ場で美味しいフィッシュ&チップスが食べれるので、そこに歩いて向かいたいと思います。レストランに着きました。ここは非常に眺めがいいです。ゴルフ場、あれ。ゴルフ場。ゴルフ場があそこにあって、レストランが横にある感じですね。フィッシュ&チップスです。美味しそう。
べ終わったのでムフル屋に帰ります。最強の自転車を見つけました。ハンドルが車のハンドルです。I'm okay. もういなべの無理しやに。さあなさあ。はい、ということで無事に帰ってきました。やっぱり久々に日本人とこう会っていろんな話をすると楽しいですね。ザンビア人と一緒にいるのも楽しいんですけど、やっぱりこの日本人といるとまた違った楽しみがあるので、たまにはねこういったリフレッシュもいいかなって感じがします。それでは、動画を見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録ボタンといいねをお願いいたします。それではまた次の動画で。島次郎さん、島次郎さん、あら、ここで迎えしてくれてんの。